現代バイ文字表の一部、後尾は公母音。下の列の JG は、G, H, W, M, N, NY, N と母音で始まる音節は書かれていない。バイ文字は、西アフリカのリベリアで話されるバイ語を表記するために作られた、左から右へ書く音節文字。西アフリカ固有の表記体系としては、んこ文字と並んで、多く用いられている。 バイ文字は1833年頃にモモルドワルブケレによって考案された。ブケレはアラビア文字とラテン文字の存在、及びおそらくチェロキー文字に関する知識を持っていた。1899年と1962年に標準化されたものの、バイ文字は指針や個人の記録として使われることが多く、文字を正式に習うわけではないので、 現実にはあまり標準に従っていない。1962年の標準では200余りの文字が存在するが、音節表を埋めるために人工的に文字を作ったところがあり、多くの人は40から60程度の字しか区別しないという。音節文字と呼んでいるが、日本のかなと同様に実際に表すのは音節ではなく、モーラである。 音節末尾音は、カナのんと同様に特別の文字で表記されるし、長母音や二重母音を持つ音節は二文字で表記される。バイ語にある四つの成長は区別されない。単語の分かち書きはしない。ユニコード5.1にて以下の文字が収録された。対応フォントは少数で、アブリマ、デュークア、ウェイクアなどがある。ありがとうございます。